よろしくお願いします。西澤松彦です。工学部の機械系、また大学院では工学研究科や異工学研究科で、バイオデバイスやウェットデバイスの開発をしています。今日はそのいくつかを紹介して、異工学ものづくりで今何が重要で面白いのかが伝わればいいなと思っています。人と機械をつないで調和させる、そんな未来異工学ですが、その両者、機械と人はこれらの点で大きく違います。まず硬さが違いますね。機械やデバイスを作る金属や半導体は、脳や筋肉に比べて100万倍も硬いので、より柔らかくてしなやかな材料を使おうと世界でデバイス工学が必死になっています。例えば体に貼り付けるデバイス、電子デバイス、その部品は小さく小さくなって、そして全体が薄くなって、そして、柔らかくなってきました。そしてこれからはさらにウェット、みずみずしいデバイスや機械が研究のターゲットになってきます。と言いますのも、我々皆さんの体は半分以上が水です。私はしなびてきてますが、それでも半分は水なんですね。それでも走ったりしてもチャプチャプ言わないのはなぜだかお分かりでしょうか。それはこの大量の水がゲル、ハイドロゲルとして存在するからです。ハイドロゲルとは、この水分子を大量に蓄えることができるポリマーのことで、これらすべてがハイドロゲルです。また体の中には例えばコラーゲンのようなタンパク質がハイドロゲルとして詰まっています。我々はこんなほとんどが水のハイドロゲルを使って、最近脳電極を開発しています。ちょっとお見せしたいと思います。これなんですけれども、こんにゃくのようにぐにゅぐにゅで、そしていろんなものが素通しで、全体が有機物だけでできている電極です。脳の手術をするときにどこが悪いのかを調べて、そこを治療するときに使う頭蓋内電極と呼ばれるものですが、現在使われている電極はシリコンゴムと金属でできていて、このように馴染みが悪いのですけれども、お医者さんたちは我慢して恐る恐る押し付けながら毎日使っています。これがハイドロジェルでできていますと、こうチタッと貼り付くので脳波がきれいに取れることが動物実験で確認できています。このハイドロゲルでできた脳電極、頭蓋内電極、これは東北大学の大学病院の脳神経外科の皆さんとの共同開発品です。3年後には実際に手術に使っていただくスケジュールで手続きが進んでいるものです。さて、本日紹介するバイオ仕掛けのもの2つ紹介しますが、それらはこの2つの技術を組み合わせることで実現しました。一つは流れを作り出すハイドロゲルの開発、もう一つは酵素で電気を作るバイオ電池、この2つです。目薬や注射、これらは圧力で液体を押し出すものですけれども、我々のゲルを使うと電気を流すことで流れを作ることができます。そしてその電気をバイオ電池で起こすことによって、全体が有機物だけでできた、環境や人に優しいバイオ仕掛けのものができてくるわけです。ではまずハイドロゲルポンプの説明をさせてください。塩水は電気を通しますね。その時、水の中では、塩水の中ではプラスのナトリウムイオンとマイナスの
塩素イオンが逆向きにだいたい同じぐらい動いています。見た目には何も起きませんね。これがハイドロジェルですと、片方のこの場合はマイナスを固定することができます。ポリマーの鎖に固定できます。そうすると電気を流したときに動くのは主にプラスのイオンのみということになりますね。イオンはには水分子がくっついていますので、このプラスだけの移動は水の流れを生み出すわけです。このような流れを電気浸透流と言います。体の中のコラーゲンなどのタンパク質はだいたいマイナスを帯びているので、この絵のような状態になります。体に電気を流す健康器具とか美容器具とかありますけれども、そのうちのいくつかはこのようにして流れのマッサージ効果を利用していると言えるわけです。で、我々は最近このような天然のゲルよりもさらに非常に高密度でたくさんの電荷を固定したハイドロゲルを開発しました。そのフィルムがここに挟んであって、通常の電源で電気を流しています。そうするとプラスイオンのみが右から左に水を伴って移動するわけです。ここに注目してください。ジャージャーというわけにはいきませんが、じわじわと水を流すことができています。では次に、このハイドロゲルポンプを動かすバイオ電池の説明をします。我々が開発しているバイオ電池は、皆さんの細胞の中にあるミトコンドリアの仕組みを一部利用します。ミトコンドリアは血液で運ばれてくる糖分と酸素から命のエネルギーを作り出します。多くの反応がつながっているんですけれども、その両端、スタートとゴールで働いている酵素をうまく使うと電池が構成できるわけです。これは LED を光らせる小さなデバイスですが、この針の先端に糖分から電子を取る酵素が塗ってあって、またこのシートのところには酸素に電子を渡す酵素が塗ってあるというものです。これを例えばケーキに刺すと、ケーキの糖分で光るキャンドル、またブドウに刺すと甘さに応じて光り方が変わる糖度計になりました。今これらの製品化を急いでいるところです。で、我々はこのようなバイオ電池の研究開発を10年以上続けていまして、実はこのように光ったりするようになったのはこの数年のことです。非常にこのようにするには多くの工夫が必要でした。そのうちの一つは、皆さんもよくご存知だと思いますが、カーボンナノチューブ、それを電極材料に使っています。この非常に細くて長い炭素の紐、これが酵素の中の方に配線してくれているわけです。仙台育英高校で毎年行っている実験講座の風景です。この講座ではいつもまずカーボンナノチューブで習字をしてもらいます。細い電線が絡まっていますので、この字は普通の墨で書いたものよりも何倍も電気を通すわけです。そのことをまずチェックしてもらいます。そしてこのカーボンナノチューブが染み込んだ紙を電極に使って飲み物の糖分で発電する、またどら焼きで発電するといったことを経験してもらっています。非常に喜んでくれています。はい、さて、では説明しましたハイドロゲルポンプ、それとバイオ電池を組み合わせます。まずはレンズを紹介します。開発したハイドロゲルでコンタクトレンズを作って、そこにバイオ電池を取り付けて、水分量を測りながら様子を観察しました。縦軸は水分量で横軸は時間です。
そうすると、自然乾燥に比べて、乾き方がの速度が半分くらいになりました。乾きにくくなりました。これは糖分と酸素でできるレンズ内に流れる電流が涙に相当する水分を汲み上げた結果と言えます。この着想、それから原理、また材料、すべてにおいて新しいこのスマートレンズはベスト論文に選ばれたり、雑誌に紹介されたり、またテレビで紹介されたりと非常に注目を集めました。もっともっと性能を上げるように今工夫しているところです。2つ目のものは貼る注射です。このトゲトゲが皮膚の表面の薄い皮を破りますが、非常に短いので、そのずっと奥にある血管とか神経とかには届きません。よって貼っても全く痛みを感じません。こういったものをマイクロニードルと言いますけれども、我々のは特別でして、ポーラス、スカスカのポリマーでできています。なのでその隙間が薬剤の薬の通り道になるわけです。この研究ではこのポーラスニードルの隙間に開発したハイドロゲルを詰め込んで、そして直列つなぎしたバイオ電池と組み合わせることによって、バイオ発電式の絆創膏のような注射を作ってみました。糖分と酸素からが生み出すイオンの流れによって、体の中に薬剤が効率よく染み込むわけです。実際に豚の皮膚などを使って薬剤の効率的な浸透、染み込みを確認できています。いくつかの製薬メーカー、薬の会社とか化粧品の会社がこの性能をサンプル品を使ってテストしてくれているところです。以上、今日2つだけですけども、我々が今開発中のバイオ仕掛けのものを紹介しました。ものづくり工学とバイオとの関係、分類してみると、まず、バイオ独特の、その構造、ミクロな構造によってくっつくとか輝くとか、そういった特殊な表面構造そのもの、もしくはそのでき方を真似る、真似するバイオビメティクスというものづくりが非常に重要で面白いと言えます。次にバイオを調べて直す、つまり医療の道具を作る、これが重要で面白い。今日はハイドロジェルでできた脳電極を紹介しました。さらにタンパク質などが有する超高感度から超高効率、これらの根底にある分子認識能力を利用する、使うものづくりが面白い。今日紹介したバイオ電池は、酵素というタンパク質が有するある特定の分子だけの反応を促進する触媒能力を利用していました。このようにバイオとものづくり工学の関連、ここでは3つに分類しましたが、これらが工学部でバイオを研究する意味、意義と言えます。伝わったでしょうか。私の話は以上です。本日は、バイオとバイオ仕掛けのものの紹介を通じて、人と機械をつないで調和させるこれからの医工学の動向を紹介しました。そこではこのような点で大きく異なる機械と人をつなぐために、調和させるために、ソフトでウェットな材料を駆使する新しい工学が展開しています。医工学そのものはもっともっと広い分野です。そして他にもいろんなテーマが発展しています。
東北大学では機械系の先生方、電気系の先生方、そして医学部の先生方が協力して、そんな移行学の全分野を網羅していますので、ぜひホームページで確認してみてください。では以上にします。ご清聴ありがとうございました。